い、どうもラメリーです。本日やっていくのはスマブラスペシャルピタゴラスイッチ特集。はい、以前ですね、僕の動画で「フーダイ」って言って物理演算を使った誰が最初に死ぬかっていうクイズ形式のステージを作って動画にしたんですけども、30万再生ぐらいされたんですよね。でその後リスナーさんからも募集して動画にしたんですけども、まだ動画にしてない物理演算ステージがありましてね、そちらを本日は紹介していきたいと思います。さあ見ていこう。はい、まずはこちらのピタゴラスイッチ、マリオとカービィで、マリオの方がゴールですね、ゴールの方に運んでいきました。さあピタゴラスイッチの P が見えました。そしてカービィを操作していきます、まあ、どっちもね操作してるのは僕となります。でカービィのボールが見えましたね。さあカービィボールが見えたというところで、スイッチが真横にございますので、そのスイッチを下すまで押していきましょう。あ、下強だった。まあどっちでもいいんですけども、さあここでドミノが倒れて、別のピンク玉にバトンタッチをしていきます。さあこのピンク玉が氷の上を滑っていきまして、四角いピンクにバトンタッチ、いやと思いきや四角いピンクがはまり、そしてまた次のピンク玉にタッチして、ドミノを倒していく、ドミノを倒していく、ゆっくり倒していく。そしてピタゴラスイッチということでね、マリオが死んでいきました。はい、ということで次行っていきましょう。はい、お次のピタゴラスイッチは指の形をした石の上にスイッチがありますので、こちらを起動させていくと指でドミノをつついていくと、さあパタパタパタと倒れていきまして、一番最後の玉が落ちる。さあシーソーのようにちっちゃい玉の方が重い。そしてルイージをスルーしてピタゴラスイッチということでね、ルイージお前死なねえのか、よかったな。さあどんどん参りましょう。こちらは右下の方にカービィがおりまして、その下に見えますかね、ピっていうね文字があるんで、こちらはゴールになります。そして左上のマリオがね、今スイッチを押すところです。さあ押しました、スタートした。さあここでボールが2つ目発射していく、ドミノを倒していき、氷の四角いボックスをどんどんと押していく。さあちっちゃいものを押していき、これで押せるのかと思いきやめっちゃゆっくり動いていく。さあ氷のボールがドミノを押してピタゴラスイッチの塔を倒していく、それバラバラなんかいと。はい、落ちがないのでどんどんね数でね押していこうと思います。ピタゴラスイッチ次はこちらとなっております。さあマリオがね左の方に行きまして、このピンクのね台に実はスイッチがついているので、ウエスまで押していきたいと思います。あ、カービィここに移動させておいて、ちょっと見えないな、そう見えないんですけれども、これ試すでねやってます。さあこれで跳ねて上の球を起動させに行き、これ大丈夫か、起動するか、下ね大丈夫だ、セーフセーフ、これやり直すとこだったよ。でこれで球を転がしていきます。さあ氷で滑っていき、赤いドミノを一つだけ倒し、さあ氷の球を押す、そして四角い4つのこのなんだ、そう正方形たちがこうぴったりこう当てはまっていき、そうカービィの方に向かっていく。さあカービィ大丈夫か、実はステージから落ちない、ピに見えねえ。はい、次はですね、少しねちょっと趣向を変えていきたいと思います。少しちょっとってなんや、まあ、アリトルってことですね。さあこんな感じ、もうわけわからんですけれども、まあ一番左のね樽に入っていきたいと思いますね。さあマリオが打ち上げられて、さあワープゾーンに入ろうとしている、入った。そして樽の応酬、そしてバンパーに何度も何度も打ち付けられ、そしてその上樽にこう入っていくよね。そしてワープ、マリオの視界がどういう風になってるんでしょうか。これね酔うんじゃないでしょうか、マリオだったら俺が。はい、マリオ床に打ち付けられて、さあ風に運ばれて樽に入っていく。そして何やらスイッチを押して、さあバネの上で待機をしていく。そしておっと、なるほど、これでバネから床に移り、さあまたバンパーの応酬、そしてバネに、何これ。はい、お次もですね似たような感じになってるんですけども、次はリュカですね。スタートボタンを押していきましょう。そ、左の方に矢印がありまして、ちょっとその樽に入れというね指令があるので、そちらに入っていきたいと思います。さあこの樽に入ると一体どうなるか、危ない、お死ぬかと思った今。いやさあ死に行くんですけどね今ね。さあマグマに当たり、さあバンパーに当たり、ワープをしていく。さあマグマ、ワープ、バンパーの応酬ですね。ずーっとね何か動いてるんですよ彼は。うわ、もう落ち着かないんですね、もう動いてないと落ち着かないみたいなね。常に どこかワープしないと、あ戻ってきた、戻ってきただけだったわ、知らなかったわお前、お前ニピも行けよなあ、ニピも行ってこい、俺は全然届かねえわ、全然届かねえ、あ殺しちゃったそんなつもりなかったんだ。
さあ後半戦でございます。ここからはクイズとなりますので、どっちが先に死ぬのかというのを、ね、当てていただくゲームとなっております。赤マリオと緑マリオですね、これ全体ちょっと見ていきたいんですけども、はい、こんな感じですね、右の方はドミノ、左の方はまあ丸いね、マグマが転がっていくと、どっちが先に、マリオにたどり着くのかっていうゲームですね。ゲームじゃないけど、まあ、予想ですね。ちょっと注目しておきたいのは、上にある白い玉が大きいのとちょっとちっちゃいのっていうね、そこがポイントになっていきますかね。さあカービィさん、発動していきましょう。さあそして、おっと丸い方が先に、発売じゃない、動き出していきましたが、ドミノが先にマリオぶっ倒したということでね、緑マリオが先に死にました。皆さんどうでしょうか、合ってましたか。はい、次はね、水色マリオ、黒マリオ、紫マリオ、赤マリオ、誰が一番最初に死ぬのかっていうのをね、当てていくゲームになる。あ、違う、これね、一人しか死なないんだよ、一人しか死なないから、誰がね、最初に、だから最初じゃねえっつってんだろうが、あのカービィがあのマグマを動かして誰が死ぬのかっていうのを、当てていただきます。ちょっとくぼみあるし、マリオじゃちっちゃかったんじゃないかな、ガノンドロフとかにした方が良かったかな。まあ、とりあえず一回やってみましょう。一回やってみたいと思います。さあカービィを、動かして、これか、ゴッピーもあるからね、どれかわかんないんだよコントローラーが。さあ、動かない。はい、ということでね、試すでもう一回やってまいりました。なんかね、大乱闘でやると何回やっても、ね、動かなかったんで、ちょっと成功できなかったんですけど、これ試すだったらこういう風に動いたということで、死んだのは、左から2番目マリオでした。はい、第3問目、赤マリオ、緑マリオ、黒マリオ、紫マリオということでね、これを起動させるとどういう風になるのか。これ右下の方に爆弾があるので、ファイアボールであそこを壊していきます。そうするとマグマがどうなんだろうな、振り子みたいに左側にグンっていく形になるんですかね。でも氷が、接地面になってるんで、結構いろんなとこ滑っていくんじゃないかなと思います。なんかよくわかんないですね、これは。さすがにね、ちょっと氷がたくさんあると展開が読めないという形になって、さあこれで、あ、なるほど、マグマが重しになって死んだわ。あの仕掛けが死んだ、ああ生き返ったわなるほどね、こういう風にちょっと生き返って、ちゃんとね、殺しきるというところまでやってくれるそうです。あ、これはマグマが、殺戮狂気になるかと思いきや、違う、その上の、ま、うわ、死ななかったわやり直します。はい、ということでやり直してまいりました。今度はね、誰がお亡くなりになるのかっていうね、形になっております。ちょっとマリオの種類が変わっておりますけども、勘弁してください。で、これは、さっき動かなかったちっちゃい玉が動いて、お、3Pが一番最初に死んだー、そして 1P 死んだ、 4P も死んだー、まさかの一人だけ生き残るパターンでした。最後まで見てくれてありがとう。概要欄に Twitter とか載せてます、絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。はい、ということでね、まあ、続きましてね、ブズレンザンステージやると思いきやですね、やんないという形になってるんですけども今尺が余ったんでね、鎮役を呼んで対戦しに行きました。よろしくお願いします。お願いします。このステージ見てくださいよ、これ。何、ウルフとドンキーコングが釣り合っていい場所ではない、ここの足元見てください。これこういうステージがあるんですよ。どっちかがあの攻撃したら、うん、どっちが先に死ぬでしょうみたいなね、ことがあるんですけど、スマブラの場合はね、キャラでそれをやってもね、通用しないということでね、ですね、うん、あの超安定してるんですよ。どういうこと。2人ともこっち行っても大丈夫。え、ほんとだ。なんで。あ、ほんとだ。キャラはだから、このステージの重さにね、関係しないんですよ、なんと。あー、そうなんだ。このどんなに重さがあったとしても、あー、死んでた違うんです、今のは。ごめんなさい。揺れないんです。揺れもしないんですよ。え、なんで。以上です。ということで戦っていきましょう。戦っていいの。いいよ。でよね、それだけのためにちょっとね、呼んだんですけど、今日はお疲れ様でしたなんかイミシンのステージですよね、なんか。イミシンか、これ。イミシンじゃない、なんか外もさ、水だし。そう見えるのはね、あの、なんだろう、あなたの心の汚さを表している。ちょっと全然ドンキじゃ勝てねえんだけどあばよ、ラベリー。あ、生きてる。あー死んでいる。あー最近さ、なんかやばいなって思うのが、うん、鎮役にこう負けるじゃないですか、うん、で前までは、鎮役に負けたら死ぬみたいな感じで思ってたんですよ、うん、でも、あの最近鎮役に負けても、うん、あ、鎮役強くなったなみたいな感じで、なんか最近ちょっと諦めがちょっとマジで？すげえなーって思って。おっさんもそうだったんだよね。おっさんになんか
最初俺めっちゃ勝ってたんだけど、なんかおっさんに負けて絶対勝てなくなったのよ。もう全然勝てなくなって、あ、そうなんだ、あ、ちょっともう無理だと思って、その時あへんから、なんかおっさん強くなったなみたいな、なんかそのすごいなんかあのランクが変わってしまったなみたいな、強くなってるんやなみたいな気持ちがあったんだけど、陳役にも最近がそれをちょっと訪れ始めてですね。マジ？どんどん追い抜かされていくなみたいな。あの、いや本当にね、あー悔しくない。それをね最近ね、いや悔しいけど、まあ例えて言うなら、あの勉強するんじゃなくてカンニングを頑張った結果勉強ができなくなってしまったみたいなね、なんか勉強できる人羨ましいなみたいな感じになってしまったということです。まあこう言ってる間もね、勉強は明日でいいかと先延ばしにし続けて、2019年がもう終わるというとこまで来ております。そう気づいたんです、これが気持ちで負けてるってことなんだと。よくないっすねこれね。